カズガ。ああ。ええ。ええ。よう、はん。ええ、よく言われます。ほう。じゃあ隣で飲んでも構わねえか。まさにそれが私の言いたかったことですよ。改めて思うが心強いよ、ハン・ジュンギ。しかしコミジュルの情報もってのはハワイにまで行き届いてたんだな。正確に言えばハワイにいる同胞たちの協力を仰いだまでのこと。我々にはかつてカムロ町を追われた元ジンゴン派などチリジリになった仲間が世界中に点在しています。へえ、じゃあ世界中に協力者がいるわけか。そうですね。たまたまですがここハワイにも。彼らはかなり質の高い現地情報にアクセスできます。でなければパレカナの動向について短期間で追うことはできなかったでしょう。組織の内情をペラペラ話すのはここまでにしておきましょうか。おっと、踏み込みすぎちまったか。今さらあなたに隠すことはそう多くありません。とはいえお気づきだったでしょうが、私は意識して春日さんたちと距離を取っていました。なあ、そうだったな。一応俺らが仇として生活してるんで気使ってくれてたんだろ。口はばったようですがお察しの通りです。水くせえこと言うなよ。一緒に戦った仲だい。きっとそんな風に言ってくれると思ってました。しかしだからこそ甘えるわけにはいかないんですよ。私たちは住む世界が違うんですから。そいつは俺が炎上して仕事をクビになる前の話だ。今こうして肩並べてんじゃねえか。春日さんには不謹慎に聞こえるかもしれませんが、それを嬉しく思っている自分がいます。そうだったのか。桐生さんが偉人町に来てからは孫妃も随分生き生きとしています。自ら最前線で動き回っていますね。あまり褒められたことではないんですが、彼女はコミジュルもハンピン・リューマンも束ねる立場で、軽々しく表に出るべきではないんですよ。へえ、珍しいな。おめえが孫妃をそんな風に言うなんてよ。ここは偉人町からだいぶ距離がありますからね。おまけにハワイの空はあまりに広く、開放感を抱かせてきます。私の孫妃への忠誠は変わりませんが、たまには多めに見てもらいましょう。もちろんどうもしませんよ。ただし私も自由にさせてもらいます。あなたへの友情はどこかへ捨て去ることでしょう。そして失われた信頼は二度と元には戻りません。何があっても。いや、やだな、もう冗談じゃねえか、ハン・ジュンギ。そうですね、なかなか笑えましたよ。さっきはあなた方と距離を取っていたと言いましたが、陰ながらずっと見守ってはいたんです。春日さんがハローワークに勤めていたことも、元極道に仕事の口を斡旋していたことも全てね。そうだったんだな。足立さんが調査会社を立ち上げた時には何かお手伝いできるかとも思ったんです。
ですが、やはり我々は距離を置いた方がよかろうと孫妃と一緒に決めました。なるほど。実際は我々が何もせずとも立派にやられてましたね。思った以上にずっと俺らのことを見守ってくれてたんだな。おや、これではまるで私がストーカーじみたことをしてたようですね。偉人町の全ての情報はコミジュルの飯の種で、あなた方のこともその一環だったということです。わかったわかった、そういうことにしとくさ。いいでしょう。春日さんとは久々の乾杯になりますね。おう、じゃあ乾杯。さっきの電話、もしかして孫妃からか？ああ、いえ、私が偉人町にいない間の留守は。へえ。ここのところ私がやっていたのは地味な組織運営です。ご傲慢に聞こえたら恐縮ですが、この私には役不足な仕事でしかありません。へえ。おめえがいなくて小さなトラブルがあったようですがね。すべて、あ、なんか以前青木亮が偉人町を乗っ取りに来た時と比べれば、今は部下に成長の機会を与える余裕まであります。ああ、そうだったな。偉人さんの長老だった星野会長が殺害され、近江連合の兵隊が送り込まれてきた。偉人町のグレーゾーンに依存していた我々は、あのブリーチジャパンによって存亡の危機でした。当時のことを思い出すだけでヒリヒリとした緊張感が蘇ってきますよ。そうは思いません。長いことトラブルに飢えてたって口ぶりだな。おそらくそうなんでしょうね。あなた方を追ってハワイまで来てしまったほどです。感謝してるよ。おかげですげえ助かった。私にできることであれば何なりと。おめえがそばにいるから孫妃はいつも頼もしく思ってんだろうよ。そうだ、なんかあいつにもちゃんと礼を言っておかねえとな。大事な右腕をハワイにまでよこして俺らを助けてくれてんだから。お気持ちだけで十分です。私から孫妃に伝えておきますよ。今彼女も桐生さんと久々の最前線を楽しんでいるようですし。そっか。そういやおめえも桐生さんと会ったのか？ええ、まあご挨拶程度でしたが、話に聞いていたよりはお元気そうでした。以前にお会いした時とは髪型も変わって少し驚きましたね。そうだよな、俺も最初会った時は一瞬戸惑ったよ。彼が日本に来ると知った途端、孫妃は迅速に動きましてね。少し目を離していたらいつの間にか桐生さんとべったり行動を共にしていたんです。私に何の相談もなくですよ。おめえさ、もしかして孫妃に怒ってるのか？キリュウさんに焼きもち焼いてたりして。私にとって孫妃はそういう対象ではありません。焼きもちを焼くなんて恐れ多いことですよ。ですがとか何か続きがありそうな口ぶりだな。いえ別に。時に春日さんはご存知ですか？孫妃が桐生さんと行動しているうちに長までそこに加わったのです。そして私にこう言いました。組織の面倒はお前が見てればいいだろうと。その時ばかりは少し
私だけが置いてけぼりにされたと思いましたね。そっか、蝶のやつまで桐生さんと。こりゃいよいよ総力戦になってきたな。まさしくそうですね。私もこうしてまた戦列に復帰できました。少しでも春日さんのお役に立てればと思っています。どう、よろしくな。頼りにしてるぜ、半純義。もちろんです。アロハ。心も体もバッチグーよ。ようやく第五地区か。しかしいくら隠れ信者とはいえ、一般市民を相手にするのは気持ちのいいものではありませんでしたね。Survivors! I want every one of them gutted and left to rot in the sand!見た目も中身もこんだけイカつけりゃ今度は気持ちよく戦えるんじゃねえのか。それでは心置きなく暴れましょう。行くぜ、正面突破だ。 Run on home to mama! かかってきやがれ。ついて後期です。オッケー、狙いは特別。了解。失礼。強すぎだろ。敵じゃねえか。これが俺の真骨頂。また成長しちゃった。ガンガン行けるぜ。 What the hell you want? I'll bury you! さあ、片付けましょうか。私の番です。そら！もらった！放電準備。気づきました
行くぜ。こんなのはどうだ。鍛錬の姿勢調子だぜ。Nosy bunch of chumps. You think you can move in on us? Think again. You're outnumbered. Better start saying your prayers. もう後戻りはできませんよ。もともと戻る気なんかねえよ。お変わりないようですね。それでこそ春日さんです。ありがとうよ。そんじゃ、一緒に暴れるとしようぜ。ええ、お任せを。Don't think you're special. 仕事の時間ですね。行きますよ。Let's go! ビビってんのか。うそらし。ガツンと行くぜ。ほら。行くか。俺の番だな。何？受けてみな。行くぜ。行きますよ。You're dead. This is the end. 行くぜ。派手に行こうや。苦しむがいい。お引き取りを。かわせますかね。そこだ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。悪く思うみたいだ。行くか。腰抜けろ。熱っ。ワッチフォース。ごめん。ほら来いよ。ベッテッジ、ステップリーディ。いつでもいいぜ。ワンサーです。ほら、うわっ。うわっ。さすが想定以上の戦力ですね。シャーニー、一旦どっかに避難するか。ねえ、あそこ入れそう。ついてきて。逃げ込んだはいいが、そこら中ボロボロで気味が悪いな。バラクーダの拠点ですから、油断せずに参りましょう。お、心も体もバッチグーよ。お、うわっ。
I'm gonna school! さっさと始めようぜ。行きますよ。俺の番だな。やんのかい。You think I'm stupid? いくぜ。派手に行こうや。俺の番だ。腰抜き野郎が。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリヘルプ。はいはい、お願いします。デリバリー。調子出てきたな。やんのかこの野郎。私かわせますかね。くれ、あれやるぞ。おうよ、ぼっとしてっと。怪我するぜ。I'll bury you! かかってきやれ。私の番です。くれ。もらった。派手に行こうや。派手を。ガツンと行くぜ。はい。黙らせてやる。受けてみな。
勘弁してやるよ。し上昇上昇。おう、うん、気合は十分ですよ。私の番です。かわせますかね。そこだ。もらった。こんなのはどうだ。やるな。ガツンと行くぜ。うん、黙らせてやる。ほら俺の番だな。は受けてみな。こんなのどうだ。向かうに敵なし。いいコンディションだ。Didn't think you'd make it this far. But a little death is here! 行きますよ。好機です。うっしゃー！狙いはそこです。了解！俺の番だな。Do your work! You think I'm stupid? やりながらですよ。全部備えとけよ。ビビってんのか。テクテス。ぶちかます。行くぜみんな。おお、俺たちの絆だ。さあ攻める気だ。You think I'm stupid?ついてこれますかね。始末します。行くぜ行くぜ。もらった。調子が出てきたな。そこ動くんじゃねえぞ。だろ。ビビってんのか。行くぜ。止まんねえ。ついてこれますかね。これを。よし、戻った。行くぜ。こんなのはどうだ。まだぞ、まずい。
ぶちかまっ、こいつ掴めたんじゃねえか。俺もまだわかっていっぱいやった気分だぜ。さらに鍛錬の成果、吸収が早いのよね。おお、なあ、ああ、落ちてやる。仕事の時間ですね。私の番です。よし、もらった。ワイルドに行くぜ。そらそらそらよ。また成長しちゃった。よっしゃ、行くぜ。行き、くっ、もらった。派手に行こうや。足を、よし、やるぜ。次は俺だ。ステップ、怪我するぜ。ガツンと行くぜ。この苦労だ、自分の出来じゃねえか。お、悪くねえ、うめえ、ああ、いいな。奥から海の音がする。いよいよ船着き場かもしれねえ。ええ、何が起こってもおかしくありません。準備は万全にしておきましょう。体のキレがいいです。
さあお嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。何？あ、カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ、カスガ。来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよな。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。愚かな連中だ。覚えておけ、私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！貴様！よくやった、強い子だよ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いだ。だがそれ以上に嫌いなのは浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか、ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。 You can't get away from me! さっさと始めようぜ。行きますよ。ほら来いよ。始末します。俺の番だな。You think I'm stupid? いつでもいいぜ。レッドピル、ごあさまです。かかってこい。 Screw you! もらった。いい酒。どう料理して黙らせて。俺の番だ。
無茶しやがるぜ、あんな野郎。この辺りは爆発物だらけだ、気付けろよ、カスカ。ズリア、行きの仕置き野郎が。いつでもいいぜ、俺来い。かかってこい。ほら来いよ。かわせますかね。おい、俺の番だな。行くぜ。お手並み拝見。レッツゴー。どうだか。ほらよ。ありがとよ。ビビってた。私の番。これこい。やっ、苦しむがいい。よし、やるぜ。よくね、かまって。行くか。ほら、来いよ。とくと味わえ。行きますよ。ほら、完全。よし。いや。俺の番だ。どうすか、チクウユー。どういうで決まりだ。いっけえな。やりにくいぜ。そこを隠んじゃねえぞ。回復だ。私の番です。かわせますかね。やっ、楽に死ねると思うなよ。うわ、俺の番だな。その程度よ。もらった。腹ごしらえてくれよ。行きますよ。ほら来いよ。後期です。オッケー。狙いは特別。了解。止まんねえ。思い通りにはいかねえな。やまらせて。ガンガン行くぜ。どう料理してやる。受けてみな。行くぜ。放電準備。ついてこれますかね。見てんのか。ぶちかます。ガツンと行くぜ。よし、調子こつつかめたんじゃねえか。また強くなっちまった。もう安心していいぜ。悪い奴らはみんなお昼寝の時間だ。春日さん、怖かっただろう。怪我者してないか。大丈夫か。そうか、茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。うん、あのどうもありがとう。
お安い御用だ。ただいま。ロリ、アカネ、無事だったのね。よかった、本当によかった。アカネ、ごめんね。ラニー、怖い思いをしたね。怪我はない？大丈夫、春日さんが助けてくれたから。ありがとう、一番。約束でしたから。そうか、よくやったな、春日。桐生さんとの約束ですから。あ、そうだ、ラニちゃんと電話変わります。声聞きたいでしょ？今はまだやめておこう。ラニの身が安全とは言い切れねえ以上、気持ちを緩めたくねえ。実はパレカナの隠れ信者ってのが街に溢れてて、ハワイ中が敵の庭みてえな状態です。いつラニを奪われてもおかしくない。そうか、カスカ、アカネさんとラニを連れて日本に戻れるか。二人にとっては日本の方がずっと安全だろう。ええ、そうなんですけど、空港や飛行機の中にも隠れ信者が潜んでるはずです。大道寺一派のセーフハウスでのやり取りが A ちゃんの内通で筒抜けになってるって考えると、もう一派の専用機も使えねえと思ってます。多分ブライスの手先が下なめずりして待ち構えてる。確かにな。だがラニの包囲網は日に日に迫ってくるはずだ。時間との勝負だぞ。ですね。なんとか方法を考えてみます。それじゃ。聞こえてたぜ、ハワイを出るんだろ。でも簡単な話じゃないわよ。一番の言うように飛行機は使えないし。そんなら船はどうだ？日本に向かうクルーズ船とかよ。私たち以外の乗客やスタッフがいる限り同じことです。だったら富士宮家の力でプライベートジェットとか手配できないのか？無茶言わないでよ。お困りの様子だな。一言みてえに。いや、実際あんたには一言か。釣れないな、富澤君。でも俺に日本に行く手段があるって言ったらどうするよ。何？冗談を交わしている余裕はありませんよ。怖い顔しなさんな。冗談だと思うならまあ好きにしろ。俺も無理に続ける気はねえ。話聞かせてもらえるか？おい、一番。トミーが警戒するのはわかるけどよ、俺らはもう病に助けられてんだ。話くらい聞いてもいいだろ。分かったよ。改めてその日本に行く手段ってやつ聞かせてくれねえか、病。なに、簡単だ。うちで持ってる船がある。そいつに乗せてやってもいい。船？ああ、小型の引き船だ。借金の方に取り上げたやつでな、使い道がねえから放っておいた。だからうちのもんだってことはブライスにバレてねえ。それは好都合ですが、ハワイから日本まで6000キロほどあります。小型船で渡れる距離とは思えませんが。船で行くのはハワイ沖までだ。そこで訓練中の海上保安庁の航空機に便乗させてもらう。もちろん話は通ってる。海上保安庁？
それに話が通ってるってどういうこと？何その都合のいい話。説明する義理はねえ。お前らは話に乗るかどうかを決めるだけだ。作り話にしたって舐めすぎじゃない？どうする春日。願ってもねえ話で。そう言うと思ったよ。ずいぶんあっさり乗ったな。あんたが言うか。どっちみち手詰まりだったんだ。桐生さんも言ってたが、時間との勝負だしな。それに。それに。あんたの言うことは結構信用してんだ。割と俺とあんたは似たもん同士だと思ってるからな。ああ。あんたも結構貧乏くじ自分で引きに行くタイプだろ。違うか。大外れだ。俺はそんな間抜けじゃねえよ。それは残念。でもまあ返事は変わらない。どうだい。明日の朝出航だ。準備はそれまでに済ませておけ。ありがとうよ。みんなもいいか。ったく勝手に話進めやがって。ほんと急いで準備しなきゃ。いつこっちに戻れるかもわからないんだし。ふん、話に乗ることには賛成なんだな。病は信用できないけど、一番の判断は信じるよ。ああ、文字通り乗りかかった船だ。とことん乗ってやら。そういうこと。ふん、頼もしい仲間ができましたね。ああ。おい。ああ。ああ。なんだ。なあ。はあ。楽しませてもらうか。さっさと始めようぜ。俺の番だ。その程度じゃないでしょ。決まりだ。よし、やるぜ。まだやり足りないよな。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリハッパー。はいはい、お願いしますよ。デリバリーよろしく。ほな、プレイ開始や。頼むぜ。俺の番だ。何？
その程度じゃないでしょう。ガツンと行くぜ。ふーん、いい調子。お？え？ふ。ああ。ふ。ああ。